ンダー参入最後のチャプターとなりました。前回のチャプターで発表された予選通過者は中村龍と和田健志郎の2名が確定となりましたが、残りの2枠を仕切り直しで決めようというジャッジが下されました。それぞれ渾身の感想を見せてくれましたが、果たして誰が選ばれるんでしょうか。師匠からね、頼朝師匠から発表。まずね、この中で6人のうち1人だけは間違いない選手を選びました。いいですか、それ、はい、師匠から発表します。はい、今回のサドンです、泣きの一本勝ったのは柳。お、柳、あ、すげえ。黒い一音300馬力パッションの塊で頑張りました。ありがとうございます。まあ、あのね、300馬力しかなかったんです。でも1本目はね、やっぱり馬力ダウンしちゃいましたね。でも最後のチャンスでアタックチャンスもぎ取りました。秋田県から来た柳君に拍手お願いします。ありがとうございます。黒の一応の選手、後の選手はね、前に出てください、はい、選ばれてない選手はね、はい、前に出てください。じゃあここはね、じゃあ中村君たちね、はい、選ばれた選手はこちらです。じゃあここはね、もう僕たちの中では決めれませんでしたね。4人が4人ともちょっと難しいジャッジになるなということになりまして、で、まあそこの中で、まあ、ちょっと厳しい走りをしてしまってね、人でちょっと脱落したということになりますが、肩を叩きますんで下がってください。いいですか、肩を叩きますからね、目を開けといてください、しっかり目を開けといてください。いいですか、残念。下がってください。山川選手残念、ね、じゃあ4人に絞られましたね。じゃあもう一度肩を叩きますね。いきなり行きましょう。さあ後ろに行きました、自分がね、残念です。足までは頑張ってくれましたね。最後はね、アタックチャンスでぶつかってもらいながらね、頑張ってもらいましたね。また挑戦お願いします。じゃあ寄ってもらって話し合っております。話し合ってます。これ待ってる方も言いやすよね。待ってる方はこれドキドキですよ。みんな目つぶってるし。さあ3人に絞られました、運命の分かれ道でございます。まだチャンスはあります。これからも頑張っていこう。さよなら。残念でございます。じゃあここでね、2人に絞りました、秋葉流星君と清水君、メガネ清水君、いいですか、これは観客の拍手で決めたいと思います。いいですか、じゃあ、はい、まず車の紹介ですね。メガネ君の車は青い、東洋カラーみたいなトゥルマンレーシングって書いた 180SX ですね、はい、師匠は川端正人ですね。そして、秋葉流星、いちごシルビアだけど、白と水色の、なんていうの、ストライプみたいな色、はいはいはい、おっしゃる通りです。おっしゃる通りでよろしいですか。あ、なんか謙虚になったよ、急に謙虚になってますよ。はい、この いシルビアですね、シルビアとワンエンティですね、はい、どう。じゃあシルビアのね、ブルーの拍手お願いします。ワンエンティの清水君が良かったと思う人、拍手お願いします。ありがとうございます。いい音が聞こえております。次に清水くんでございます。あ、秋葉くんでございます。もう秋葉くんが清水くんか加藤さんか分からなくなっちゃいましたね。3文字ですね。秋葉くんです。青と白のね、 S15 でございます。秋葉くんが良かったと思う人。迷うなこれ、難しいな。ありがとうございます。非常に難しい。やりましょうか、いつものあれやりましょうか、やりましょうか。こんなモータースポーツがあっていいんだろうか。あっち向いてほい。
行きましょう。あっち向いてほい。あっち向いてほい、入ります。勝負の分かれ道でございます。いいですか。サドンデスでございます。一回勝負でございます。行きましょう。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あっち向いてほい。あメガネ君の勝利。清水君勝ちました。ね、だいたいね、このドリフトはね、一回で決まるんですよ。一回で決まりましたね。いいですか。全日本連絡通路ドリフトアンダー30、追走トーナメントのカードが決定いたしました。最初の対戦カードは予選1位通過の中村直樹ジュニア。対するはあっち向いてほいで勝ち上がったメガネ君の対決。両者もちろん初対決ではありますが、15歳と23歳、果たしてどんな追走を見せてくれるんでしょうか。ここでね、どっちかが勝って次に勝った人間同士で戦うということですよね。あんまりルールが分かってないですから自分は。準備が整いました。ジャッジ OK ですか。 OK です。はい、それではスタートしてください。いった詰まったか。メガネ。メガネ君ね、ちょっと立っちゃいましたね。メガネ君立っちゃいましたね、清水君ね。メガネ君ちょっと戻っちゃいましたね。あ、でもまだ分かんないですからね。まだ分かりません。必ずね、諦めちゃいけませんよ。相手がミスしないとは限らない。限らない、分かんない、分かんない、勝負は分からない。ジャッジ、OK ですか。じゃあ、カムラ君、後ろ下がってください。レディーゴー！スタート！メガネ！ちょっと余裕があるね、中村君。中村君な。30歳か。15だよ、15。15と思えないですよね。貫禄が。さあ、メガネ君、来い！当たった！発射！メガネ君、今日一の走り、とんでもない三足入れた三足。うわー、すごい。ありゃすげえ。ここ。いやー、これ難しい。完全に三足入ってましたね、今。いやー、これね、三足入ったからパワー全開でいったね。さあ、どうですか。下は、まあ、流れです、はい、どうですか、これ下もあるかなと思ってね、これ審査員席ね、ルールが分かってないもんですから、だいたいここしか見てないもんですからね。うわこれ迷うな。いや、1本目、メガネ君立っちゃった、あ、間違えた、ね、立っちゃった、けど1本目は清水君、メガネ君が立っちゃった。で、やっぱり2本目は中村君が3足についてこれなかった。これ微妙な対決ですけどもね。俺もそう思います。もう一回見たいですね、これ。うん、もう一回行きましょうか。もう一回見たい。もう一回行きたいでしょ。もう一回見たいね。よっしゃ、拍手。もう一発行こう。もう一回見たいですか。見たい人拍手で。決まりやね。はい、決まりました。はい、これは車の状態が OK で、OK だったらそのままもう一本いきます。もう師匠出てきました。師匠ダッシュで出てきましたね。アドバイスしております、それぞれ。もう師匠出てきましたよ。すごい光景だ。ものすごい師匠出てきましたよね。これね、皆さん説明します。あの、清水のメガネ君が3足から入ってきてるんで、はい、今度15歳の中村君が先に2足で入ってくると、
この後ろの清水くんが3速で詰まっちゃうもんですからこれ立っちゃうわけですよ。よくわかりますね、うん、そういうこともわかるんですね加藤さん。これね師匠に聞きました今あのレクチャーがありました。レクチャー が。そうで後半はねやっぱり3速で入ってくると2速で入ってきてる中村くん追いつけないわけですよ。これね多分ねまたドラマがねそこにあるわけですよ。そうですね、これねスピードが噛み合わないんですよ両者の。これね難しい戦いになりますからね申し訳ないですけどね深夜の12時まで戦いますからね。あまだまだやりますよ。照明もつけますよ。しっかり目を開けてみてくださいよ。まあメガネ君にしてみればあの会心の走りで命拾いしたという そうですね、そういうイメージですけど。じゃあもう一回追走、はい、あとあの炭素と。ここだね。どういう作戦で来るかですよね。そうですね。下手するとね、清水くんがね、二速で入ってくるかもわからんすよ。そうかもしれないですね。あの後追いの時は二速で入ってくる可能性ありますよ。加藤さんもうめちゃめちゃ見る目線が変わりましたね。完全にプロ目線ですね。間違いないですよ。俺だったら四速で入りますけどね。はい、準備でき次第スタート。さあスタート。スタート。ちょっと慎重になりすぎてますね、清水くんはね。さあどうぞ。いや気合い入ってるな、二人とも。二足で来ると思うな。どう見せてくれるかな。中村直樹ジュニア来たー。合わせてきた。メガネくん合わせてきた。素晴らしい追走。二足やな。今のはどうですか、カズさん。メガネ君やったかも。あれね、やっぱりね、おい俺の予想通りだった。多分ね、メガネ君、清水君ね、おそらくね、二足で入ってきてる。二足っぽいですね。次ね、三足で入ってきますよ。次は引き離しますね。今度ね、中村君も三足で入ってきてもらわなかったよ。スタート。最高。特にぶち込むメガネ君、それに離されずについていくことができるのか、中村直樹ジュニア。さあ来い。さあどう飛び込んできた。すごい速さ。おー、いろいろぶっ壊れている。それでもアクセルは緩めないメガネ君。素晴らしい追走でした両者。それでは審査席前までお願いします。うわ難しいな。これはいい勝負ですね。さあね、これ観客行きましょうか。まあすごい戦いになりました。すごいね。まあ今のね、あの谷口くん説明しましょう。はい。先行、はい、ね、先行中村くんが走った時に、はい、メガネくんがね、ある程度いいこうラインでいい感じ、これは清水くんが行ったなっていう。はい。でもね、こういう問題がありました今。はい。2走目、はい、先頭できました。はい。ね、壁にぶつかった状態で。はい。フィニッシュがここで止まっちゃったんです、はい、ちょうどスフィアライトさんのそこで止まってしまったんですよ。バナーがぐちゃぐちゃになってます。まあこの前のね、リバティーウォークチームのね、3-5-1-R と同じで、はい、3メーター手前でエンジンストールってやつね。あ、それです。これがちょっとあったんじゃないかと。デジャブですかね。そうなんですよ。はい。まあでもね、審査委員長、もう審査委員長変わりましたね。審査委員長変わりました。あ、これ教えてください。変わりました。審査委員長変わりましたもん。変わる時教えてください。こういう時は審査委員長変わります。責任逃れしてますから僕は。変わるんや。松岡さん、はい、はい、どうですか。いや今のもね、ここまでは後走り前走りともに清水メガネだと僕は思ってました。ただ正直まだ悩んでいるのは、ここ行ってないと
ダメなんじゃないのかっていう、走り抜けてないと、そう、あの車速、あの壁、はい、最高。でもここを抜けて初めて大成功なんで、はい、ちょっと悩んでますね、まだ、まあ、結局、まあ、正直あの僕個人的に勝手に言っていいですか、はい、もう一本イエーイもう一本、まだ走る。ほじゃねえ、ほじゃねえ、谷口君、はい、こうしましょう、はい、あの3速の方が有利なんですよ、はい、ですから3速を後追い、3速後追い、3速後追いの中村君ジュニアを先頭で1本だけ、はい、1本で決めます。いいですか。どういうことですか。はい、要は入れ替えなしで、入れ替えなしでございます。入れ替えなしで、で清水が後、清水君が後でございます。あと中村君が先でございます。その1回勝負、1本だけできます。そんなことあるんですね。面白いです。面白い。どんでん返しですね。あの審査委員長変えた途端にそういうのやめてもらっていいですか。責任とかありますかね。入れ替えなし、審査委員長そんなこと言っていいんですかとか。もう川端あ雅人チームトゥルーマンレーシングなんですけど、もう車がぐっちゃぐちゃです。いやもうぐちゃぐちゃでいいと思いますよ。もう師匠の車もぐちゃぐちゃ、弟子の車もぐちゃぐちゃ、ぐちゃぐちゃ。だからね、僕思うんですよ、はい、一生懸命ね、今回ね、アンダー30ね、30万取りに行ってますけどね、はい、修理代の方が高いんじゃないかっていうね、そういう問題もありますからね。私は審査委員長じゃありませんからね。これ今タイロットかなんか曲がってますね。タイロットが曲がってるんで、今ちょっとそれを直す。師匠が直してるんですね、はい、どっちか言ったら今、師匠の方がすごい本気いいとこな感じですね。師匠の方がマジです。師匠キャラ崩壊してますもんね。そうですよね。さっきのご機嫌をどこ行ったの。急に見ました、ね、に、はい、急にモザイク入りました、ね、そうですよね。今のはお子さんがいるためですよね。まだけどね、これ1本だけですからね。ワンちゃん、リアルワンちゃんだって後追いなんで、清水君が三速が不利になる可能性あります。いいですか。まあ言うても、でも23ですよ。まあでも15歳で23じゃえらい違いですからね。23歳と55歳じゃえらい違いますからね。本当にね、15歳と23歳で8個違うがねえって言われてもね、こっちは30違いますからね。はい、一つ喋られます。結構食い込んどるね。スポイラーもブラブラですよ。ダウンホース聞いちゃいますよね、あれ。ダウンホース聞いちゃいますかね。絶対ダウンホース聞いちゃいますって、あれフロントのバンパー。両者揃いました。それでは、さあジャッジ、準備 OK ですか。1本ですよ。ここで1本ですよ。はい、この1本、下げてもらった。スタート。ちょっとメガネ君離されてるぞ。15歳対23歳、メガネ君どこまでついてくるか。飛んできた。素晴らしい追走。拍手。谷口君、はい、スタートが合ってないんですよ。ちょっと噛み合ってなかったですね。ああ、審査委員長どうですか。まあ難しい、俺は審査委員長じゃない。スタートが噛み合ってないね。ああ同じちょっと今ね、スタートが噛み合わなかった分の差がそのまんまここに来てしまった感じがあって、ちょっとまだ悩んどるね。それじゃあもう一回、もう一回っていうのが声が多いね。もう一回、川端いける、いけるじゃあもう一回やりましょう。じゃあまだ開けといてもらって、はい、3、2、1スタートに行こうか。はい、そうですね。じゃあ、あの審査員じゃないんで俺、はい、そっちで僕がやります、はい、ただスタート3、2、1飛んでミスった場合はもうそれしょうがないです、ね、終了ですね。まさかのエンストはないと思います。
に、中村直樹ジュニアが先行、メガネ君が後追いで泣きの一本ですね。岡田さんどうですか。また急に振る、はい、暇そうだなと思って。いやこれね、本当どっちもどん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 レベルが上がってきてるんで、決着がつくのかなっていうのは。いやまあ本当最後ですよこれ、はい、そうしないとね、夜ご飯予約してるんですけど。そうですね、焼肉予約してますからね、そこまでやってないですからこっちの、そういう問題、焼肉予約してありますから、完全こっちサイドの問題ですね。はい、それでは準備が整いました、いきます、3、2、1、スタート。起きた。今度は噛み合ってます。いい距離感、いい距離感、いいんじゃない、はい、これで決まるぞ、これで決まります、よく行けよ、これで決まるぞ、はい、メガネ君どこまで食い込めるのか。そして2台で飛んできた、ちょっと離された、これはちょっと離された、メガネ君ここに来て、直樹ジュニアの車速がどん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 上がってきましたよ。もう決まりました。決まりました。はい。決定しました。もう分かりますよね、皆さん。分かりますよね。分かりますよね。土屋健一です。あれ、土屋健一さんですか。まさかの。土屋の健、土屋の健ちゃんです。今日、秋夫さんはいないですね。秋夫さん、もうすぐ来ますから。もうすぐ来ます。決まりました。はい、それではじゃあ審査委員長からね、審査委員長から勝者を発表してください。はい、決勝進出、ジュニア、ジュニア、中村直樹ジュニア、はい、おめでとう、決勝進出おめでとうございます。いい戦いだった。ありがとうございます。これも父親で誰かあるぞ。まだあるぞ。もう一回あるやな。決勝進出。決勝進出。はい。次も頑張ります。頑張って。はい、拍手。イエイ。清水くんもね、良かったよ。やめがね、くんすごい良かった。良かった。ありがとうございます。ああ、本当に良かったね。免許持ってないんですかね。そうよ。参りました。参りました。それは言えるメガネくんが素敵。そういうこと言えないですよね。普通だったらそんなこと言えないよね。言えない、そういうところが素敵。今にお前見とるよって、そういう話ですよね。参りましたっていい言葉でしたね。素敵ですよ、ね、応援してくれた皆さんありがとうございました。素敵、ね、拍手、拍手、拍手。決勝進出は15歳と23歳ですよ。ジュニア、おめでとうございます。ねえねえ、もう将来戦ってほしいですね。ね、良きライバルでいてほしいですね。清水くん、ありがとうね。よっしゃ、ナイスファイト。ねえ、なんかねえ、高校交換おめでとうみたいな感じよね。拍手。続いての対決は予選2位通過で勝ち上がったプリンスケンシロウ、対するは3位通過のパッション柳の対決。もちろんこちらも初対決。ケンシロウが師匠譲りの追走を見せてくれるのか、それとも柳がパッションある走りでケンシロウを引き離してしまうのか、決勝に駒を進めることができるのはどっちだ。はい、登場しました。これまた早そうだぞ。王子、王子ケンシロウです。プリンス、プリンスケンシロウ。さあ、整いましたよ。これね、あと追いか、キリ君が、はい、うん、どこまでついていけれるかだよ。そうですね、これがちょっと、うん、あのやっぱり柳が300馬力なんで、まあ、柳君ができるだけ向こうから加速で入ってこなかったね。そうですね、そこが見どころです。見たい。ジャッジ OK ですか。いいですよ。いいですか。それでは行きます。
3、2、1、スタート。さあ来い。矢花君を食いついてきましたね。食いついてくね、はい、どこまで食い込めるのか。黒い位置を矢花君、おっと離れた。ケンシロウは素晴らしい単走を見せました。スムーズだね。チカちゃんどうですか、プリンスの走り。ザ・プリンスやね。ザ・プリンスですか。ザ・プリンスやね。ちょっとわかんないですはい、そしたら入れ替わりましたね。さあここがね、勝負ですよ。そうですね、まだね、諦めちゃいかんですよ。諦めちゃう。何が起こるかわかりませんからね。よろしいですか。立っちゃうかもわからんですよ、はい、行きましょう。それでは行きます。3、2、1、スタート。さあ、ケンシロウ、食い込んでる、食い込んでる。やっぱ馬力だな。やばいです、鼻毛荒いですね、ケンシロウ。めちゃくちゃ近いところにいました。あとはいい、ケンシロウはどこまで。あ、はい、来るかー、来たきっちり合わせてきましたね、ケンシロウ。やっぱりね、来ましたね。あの柳の浅い角度にもびっちり合わせてきましたね。そうですね。まあよく頑張ってくれましたね。キープはありませんけどね、もう使い切っちゃいました、キープは。まあでも、お疲れ様でした。あれ、お疲れ様でしたって言いましたちょっと出ちゃいます、さっきから出ちゃいますよ。カズさん、気をつけてくださいいや、選手の皆様にね、お疲れ様でしたと、ね、お疲れ様でしたよね。ね、お疲れ様でした。いや、よかったです。どう、手応え。そうですね、まあ、良かったかなと思います。周りの皆さんどうでした。大丈夫でした。いやいや、いろんな感動ありますよ。ありがとうございます。あと、清水くんね、はい、そうですね、やっぱちょっと手応え的に全然ついていけなくて、自分の実力が足りない。柳くん、はい、ちょっと身に染みたので、ちゃんとこの結果を真摯に受け止めて次に行かしたいと思います。なんでみんな謙虚なの。謙虚だね。今日来てるおじさんたちなんか頑固しかいませんよ本当に謙虚。あとね、まあ本当に300馬力、そっちの車は、何馬力 ?400 ぐらいありますね。100馬力違うんだな、はい、でもね、僕思ったんです、まあ、それをね、またバネにしてね、お金もかかります。馬力を上げることによってね、お金もかかるんですよ。そうだね、正直言ってね、それやっぱり自分の手で稼いでいただいてね、なんとか好きなように車を改造してまた挑戦していただきたいなと。もしぜひね、こうやって感動を与えてる、ね、人がいる限りスポンサー募集してますんで、ぜひスポンサーになってくださいね。それではまだ、勝敗をまだじゃあだから俺は審査委員長な感じになってますよ。審査委員長じゃないから審査委員長こっちだからね。審査委員長、それでは発表してください、勝者。はい、決勝戦進出、ケンシロウ。はい、おめでとう、和田ケンシロウ。ちょっと自分明日走る気満々なんで、ちょっと次決勝身内なんですけど、バチバチやり合いたいと思います。身内は関係ないですからね、大体ね、勝負してください。はい、頑張ります。なんと決勝の舞台に勝ち上がってきたのはこの2人。どちらも中村一家である中村龍と和田健志郎。おそらくこの2人は何度もやり合ってきた者同士、お互いの手の内も分かっていると思われます。サドンデスに次ぐサドンデスという展開になってしまうのか、それとも一発で決まってしまうんでしょうか。
はい、でどっちがあれだ、どっちが息子だ、今日が息子か、先行が息子か、そうです、そうです、ね、ケンシロウはあのリトラの前に、あっちですよね、ワンワン前に、だんだん見れて分かんなくなっちゃう、何が何だこれ、カラーリングがよく似てますね、似てますよね、はい、シャコタの度合いはどうですか、カズさん、いやもっと落とした方がいいと思いますよ、もっと落とした方がいい、だいたいみんなシャコ高いですから早ければいいってことじゃないですからね、バランスが大事ですからね、これはでも本当に身内同士なので遠慮はないですよ、まあ遠慮してほしくないですよね、両方 100% できます、もうこっちも遠慮なくいきますから、カズさんも遠慮なくいきますから、もちろんですよ審査委員長はこっちに変わりましたからね急遽変わりましたからね審査委員長変わりましたからね、今日からね行きますか、いいですよ、河村さん、いますか、 OK、OK、OK です、 OK ですか、それでは行きます、3、2、1、スタート、サクさあ、決勝を走るのはこの2台、直木ジュニアと和田健志郎、ちょっと健志郎離れたかな、でも飛び出てくるところがね、もうここで決まりますからね、さあ中村直樹選手、中村直樹ジュニア先行で飛んできた、立ったんですね、ちょっと直樹ジュニアのライン取りが苦しいように見えましたけどね、ケンシロウ君が立っちゃったんですね、ちょっとまあそうですね、後追いのね、でもまだこれわからないですね、先行はちょっとラインちっちゃくなったけど、あと後ろの方もミスしてましたからね、はい、立ったんですけど、うまくリカバリーはしてました、そうですね、ナイスリカバリーね、ディスカバリーじゃなくてディスカバリー、ジャッジいいですか、ジャッジいいですか、ジャッジ OK です、すいません、すいません、ジャッジ OK です、どうなってるわけです、それでは入れ替えて決勝いきます、3、2、1、スタート、和田健志郎先行、後追い中村直樹ジュニア、近い近いぞこれ、ぴったりやぞ、両者遠慮はございません、中村家同士の戦いです、最後先行和田健志郎、飛んできた、飛んだ、めちゃくちゃ速い、拍手、すごいな、揉めております、揉めております、ジャッジ揉めております、めちゃくちゃ揉めてますどっちもいいところ、入れます。両者ね、万が一のサドンデスに備えてクーリングを入れました。今の水温メーターとかすごいとこさせてましたよね。さあ決まったぞ。決まりましたか。決まりましたか。君たちには分からないこの結果がもちろんです、はいはい、もちろんだ。さあ決まったぞ。そう、テクニカル面を審査委員長に指摘したしてもらった感じですか。あのね、審査委員長が変わった理由説明します。はい、やっぱり審査委員長は的確ですね。でも私と会ってました、ね、意見は一致してましたか意見は合ってました、合ってます
いやー、やっぱりすごいね、ドリフトってね。決定ということでよろしいですか。はい、決定しました。お、決定しました。はい、ね、はい、お、どっちだろう、ちょっと分かんないな。分かんないですよね。分かんないですね。僕も分かんないですよ。あれ、今意見が一致したって言ってたじゃないですか。さあ、皆さんお疲れ様でした。まあ最高のね、アンダー30の人たちが頑張ってもらいましたね。まあいろんな戦いがありました。はい、ね、最高一走目、中村君先行の中で、ケンシロウ君は後ろからの後追いでした。少し立っちゃいました。気持ち立っちゃいました。立っちゃいました。ドリフトが戻ったってことですよ。ドリフトの角度が、ドリフトが戻ったってことです。ドリフトがちょっと立っちゃいました。で、2走目はケンシロウ君が先に出て、中村君は後追いでした。ちょっと距離が出ちゃいました。そこで難しいジャッジになりましたが、やはりドリフトというものは車がまっすぐに立っちゃいけません。やっぱり横を向いて滑る競技でございます。優勝15歳中村ジュニア、おめでとう。優勝したのは中村ジュニア、おめでとうございます。ここにね、向いてね、最後に、いいツイートを見せれてよかったです。ありがとうございました。皆さん、盛大な拍手お願いします。一言、ケンシロウ君からね。ちょっと最後やりきれずに立っちゃいました。こっちが立っちゃいました。すいませんね、戻っ、車が立っちゃいました。戻っちゃいました。車が戻っちゃいましたね。戻っちゃいます。ちょっともうちょっといいものを見せれたらよかったなと思ったんですけど、ちょっと次回もう一回チャレンジしたいなと思って。いや、すごいいいもの見せてくれましたよ。本当に今までの戦いの中で素晴らしい試合をしてくれました、ね、でも今日観客のね、来てくれた人たちがね、どれだけドリフトに興味を持ってもらったのかね、どれだけこの競技に、ね、楽しんでもらえたのか、これはね、全員の力でございます、ね、2人に盛大な拍手お願いします。イエー、ありがとうございました。はい、おめでとうございます。Sing it like, ooh, if you want to. The next time I turn around, you'll have grown into a woman in a single bound. I hope I never take you for granted. Spending time with you is all that I wanted. But I'll go back to when you were small, burning all our favorite records on a CD-ROM. We were splitting headphones in a hammock to a soundtrack we could get lost in. Sing it with me. Sing it with me. And we'll go howling at the moon. It's no use living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes over your head, believe it if you want to. So keep your eyes on the road and your head in the stars. Follow it down the rabbit hole just a little while longer. You can change anything. Sing it like, ooh, if you want to. Sing it like, ooh, if you want to. Let the rundown streetlights be your stars. Let them know who we are. Let them shine for you. It's no use living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes over your head, believe it if you want to. So keep your eyes on the road and your head in the stars. Follow it down the rabbit hole.